読めなかった。あ、これからはあの自分たちの対談トークということで、あの質問に答えていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。ピンク色のカードはお客様からの質問と言います。じゃあ自分からいきます。はい。3兄弟で一番モテるのは誰ですか？もう決まってるだろ。たくまです。穏やかな感じが。違うでしょ、爽やかでしょ。若い女性から結構人気のタイプっていうか、まあ、自分はあの年上の方から、はい、あのよくしてもらってますね。自分は多分本当に何もないと思います。よいさんはあれですね、女性に興味が。それ言っちゃうと違う。また意味が違ってくる。どっちかというと自分の趣味に没頭する感じかな。一人の時間結構好きですね。遊ばないし、あの本当に仕事とプライベートだけみたいな感じなんで、安心して大丈夫です。最近一番笑ったこと、泣いたことはです。いつも笑ってんじゃん。でも一番でしょ。一番。そうなんですよ、自分結構引きこもっちゃうんで、結構意外とゲーム実況とかなんかその YouTube で見ることが多いんで、その時にもしかしたら笑ってるかもしれないです。僕ですか？最近ですか。3月に2人目が生まれて、どっちも女の子なんですけど、兄弟こう仲良くしてる姿見てよく笑ってます。心温まるお笑いですね。泣いたことは？泣いたことは、2人目はあの生まれたすぐに立ち会えたんですけど、妻に分からないところで泣いてました。とても感動しましたね、はい、そういう現場を見れたことは競争においてもあの練習においてもプラスになっていると思います。お兄さん弟さんのいいところを3つ挙げると？3つもない。3つぐらいあるだろう。明るいところ、よく笑ってるんで、あとは、まあ、家族思いですかね。あと練習真面目にやりきるところがいいところだと思います。お兄ちゃん。俺からすか。兄ちゃん、もう2人とも言っちゃいます。一番下はとにかく負けず嫌いです。何か目標を持つとそれを成し遂げようと一生懸命なれるとこ、努力家なところ、あとはやっぱいろんな人に対しても思いやりを持てるとこですね。一番下はたくまは。よりに関しては自分の考えに芯があるっていうか、ぶれないところ、まあ、あとは思いやりがあって優しいところですかね。2つ？あともう一つあったね。兄弟の中で一番家族思いです。はい。お兄ちゃんのいいところ3つ。いや、言わなくていい。何でも人思いに動けるんで、はい、あとあの本当によく分け隔てなくアドバイスとかもくれるところもいいと思います。あと1つ。いや大丈夫。あの良かったです、こういう弟で。いやでもなんか何回か聞いたことあるんで。何回も言ってます。はい、あのそういう自分を自信持って今後やっていってほしいなって思いますね。いおりもたくまも父親が仕事柄そういう学校行事とか行ってなくて、親代わりっていうか父親代わりでそういう学校行事行ってたんで。確かに来てた。なんか兄弟っていうよりは本当親目線でこう見ちゃうっていうか、レース見てても親目線で見ちゃうんで、逆にそれが良かったかなって思いますね、はい、こういうところがいいと思います、はい、こういうところらしいです。はい。今後の目標は、いつか S 級戦の決勝で兄弟ラインを組む姿が見たいです。最初はあの本当自分だけの目標だったんですけど、連携するためには全員が S 級にいなきゃいけないですし、
やっぱ G1 戦線で戦えるぐらいの選手にならないと、連携っていうのは結構難しいんで、まあ、兄弟3人でまず S1、S級一般になることを目標にしてます。叶えたい夢の一つでもあるので、これからも練習頑張ります。勝つ負けるというよりは、兄弟で連携するって結構自分の親が見ても、うん、やっぱ死ぬまでに1回は見たいって多分言ってるぐらいなので、寺沼家の目標ですね、はい、兄弟でライン組んだ時はしっかりゴール戦まで連れて行ってもらいます地元記念お願いしますお願いします。はい、今後もこの、企画で選手に対する質問コーナーを設けるみたいなので、選手に何か聞きたいことあったらツイッターの方でコメントください。よろしくお願いします。はい、京都です。どうでしたやっぱり喋りにちょっと慣れてない部分があるので反省します本当に喋んないですよね普段。でも自分から見たら少しは喋れるになったなと思います、はい、これじゃちょっとまずい。やっぱ選手になって勝利者インタビューとか記者に対するコメントとかやっぱ話すじゃないですか。話すことにちょっとは慣れたなと思います、親目線で、はい、今日どうでした？中村さんとかに取材っていうか質問したりして、グループのことだったりいろんなことを改めて考えさせられたなっていう時間でしたし、こういう質問コーナーでも普段聞けないようなことも聞きましたし、いい時間だったなって僕は思います。では地元慶応学走る時の意気込みをお願いします。そうですね、毎回慶応学走る時はちょっと不甲斐ない成績で終わってしまっているので、次呼ばれた時はしっかり優勝して、インタビュー答えられるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。食べれたじゃん。よかった地元慶応学は生まれた場所もここなので、いろんな知り合いの方が応援に来てくださりますし、そういう応援してくれてる方のためにも一層一層頑張ってできればしっかりお立ち台に上がれるように頑張りますので、応援のほどよろしくお願いします。今日はありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。